どうも、エレラリエレラリトです。自分の名前言えなかったら終わりです。どうも、福田です。はい、お願いします。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？私はですね、ブラックジャックによろしくのこちら、はい、やるせないシーンランキングということで。うん。はい。全編やるせないですからね。全編やるせないからね、これ、うん、本当に。見ていきましょう。はい。僕の第3位はですね、ここですね。はい。まあ、双子のお父さんですね、田辺秀和が病院の前に車を止めて、嫁の田辺佳子との電話の後に泣いているシーンですね、はい、まあ、お父さんはね、やっぱ認めたくないんで会いに行かなかったんですけどね、うん、子供たちにね、毎日病院の前までは行ってたんですね、まあ、僕もそこなんですけどね、うん、やっぱね、会ったらお別れを言って、お別れを言わなきゃいけないじゃないかっていうとね、うん、ここまではね、冷徹だったんですけどね、ここで、あ、そういうふうに思ってたんだっていう、不妊治療してますからね、まあね、トイレでね、うん、紙コップに出さなきゃいけない治療をしてました。古いですよね。まあね、はい、まあ、20年前ですからね、はい、本当にね、淳さんがね、もう不妊治療してて、それで淳さんっていうのは、あの静の村の村上淳ですか、で、まあ、その出すわけじゃないですか、うん、で、その出してコップみたいなの出した時にティッシュで上からなんかするみたいな感じだったんですけど、はい、ティッシュの方に出しちゃったらしいです。何ですかその話。癖でティッシュの何の話ですか。違う、知らないですよ。純粋症。それを思い出しましたね、これを見た時。やるせないんじゃないんですよ。だからね。シリーズもね、やるせないの多いんですよね、はい、僕の第2位はですね、こちらですね、北先生が演歌を歌えなくなったシーンですね。まあ、凄腕のね、心臓外科医の北先生なんですけど、やっぱね、切り替えなきゃいけないっていうのでね、毎日ルーティーンとしてね、飲み屋に行って同じ歌を歌うっていうのをやったんですけどね、うん、ある日ね、まあ、手術失敗ではないんですけど、結果的に患者さんが亡くなっちゃって、いつものように歌おうと思ったらね、歌えない。この一滴ずつね、こう水が溜まるってね、ついにこぼれてしまったっていう、これでメスを置いちゃうんですね、北先生は。そうなんですよね、悲しいですよ。で、周りのね、客がね、おい北、今日はどうしたみたいな、何も知らずに、なんかここに出てくる人たち、やっぱりね、下品な人が多いんですよね、周りのヤジというか人の気持ち分かんないようなやつが。まあね、北先生も良かったですね、うん、そういえば好きなキャラ入れてなかったですけど、確かにね、うん、ちょっとあまりにも北島三郎すぎるっていう、そうなんですよね、うん、ちょっとボケキャラになっちゃった、ね、そうなんですよね。北先生のね、一番弟子みたいな人はね、鳥先生でしたからね、トマ一郎みたいな感じでね、うんうん、まあね、まあ、これはやるせなかったですね。私はですね、はい、斉藤がですね、うん、皆川由紀子と手をつないで歩いてたら辻本芳恵に偶然会っちゃって、そうなんですよね、先生ありがとうございます、やっともう薬だけになりましたって言って、まあ嘘ついてるわけですよね、癌は残ってるのは知ってるわけですから、もう薬なんかじゃ治らないっていうのにやってること知って、うん、すごいお礼言われちゃってね、うん、その後に皆川由紀子と家でやっちゃうシーンですよね。やっちゃうシーンなの。会ったシーンじゃなくて、はい、俺会ったシーンはうわーって思いましたけど、このその後にやっちゃったっていうのがやるせなかったですね。まあね、なんかね、うん、何か忘れるかのようにね、そうね、うん、結局現実逃避なんですよね、そうなんですよね、うん、道で会っちゃったんですよね、より荷物をこんなに抱えててね、家事がね、うん、もう溜まっちゃってて、うん、料理も少なきゃいけないから、そうなんですよ、悲しいんですよね、本当この会話。その後やっちゃうんですか。やっちゃうのは別にまあいいんですけど、それ実家で、実家なもんでね、皆川さんが、うん、男の部屋に来るパターンでね、いや、あるだろそれは。普通だろ別に、逆にそれが、はい、うん、まあね、やるせなかったですね、確かにね、はい、じゃあ僕のやるせない第1位はこちらです。田辺秀勝が父親にわしに一発やらせてみろと言われるシーンですね、うん、こんなひどい父親がこの世にいていいのかってぐらいね、うん、まあ、不妊治療してもね、なんか、まあ、不妊治療してるのは知らないのか、なかなか子供ができないんでね、
種が悪いのか、器が悪いかって言ったね。畑が悪いかって言ったから、わしに一発やらせてみろって。こんな親父に育てられてね、よくまだなんていうかこう感情が残ってる人間になってくれましたよ、秀勝は。秀勝の親父って何者なの？まあ、だから弁護士とかなんじゃないの？結局そっち系だって俺は勝手に思ってましたけど、うん、秀勝が弁護士だもんね。検事とかなのかな、それか。ひどかったですね、あいつは。これは本当実の父親に言われたと思ったらマジで静が走りますね。俺だったら笑っちゃいそうですけどね。いや、笑えないですよ。私ですね、はい、まあまあ他ベタですけど、やっぱ辻元義江が死ぬシーンですよね。まあやるせないっていうか、まあなんかね最後、うん、いい感じで亡くなっていく気はしましたけどね、うん、まあ、その死ぬシーンっていうだけじゃなくて、うん、まあ、その辻元義江の死への向かっての全てがやるせなかったですよね。まあ、そうなんですよ、うん、辻元さんのねこの人生っていうのがね、うん、何だったのかっていう、これはねすごいやるせなかったんですよ。全然若いからね、まだね、いや43歳ですから、うんうん、辻元さんね、それがねちょっと、そう、ここは俺もちょっとね、もう読み切れなかったね。なんか、あ、辻元さんだけ真面目に生きてきただけなのにみたいな、それがいけなかったのかしらみたいな。あ、なんか言ってたね、悲しいですよね辻元さんね、うん、とても同い年には見えないんですけどね、最初から。まあね、最初からでもそう、まあそうなのかな、実際問題は、うん、はい、というわけで、やるせないしランキングでした。はい、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。ジョン・レノンは、はしごを登って、虫眼鏡で天井を見たそうです。そしたらね、天井にすごく小さな字で、こう書いてあったらしいんです。いや、あゆのマーク。